はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、ジオニックフロント機動戦士ガンダム0079ステージ3ジャブロー攻略戦、今回はこちらをやっていきます。じゃあまたスタートしていきましょう。黒い三連星は前線に戻ることはなかった。ジオンはまたエースを失ったのである。闇夜のフェンリル隊はその事実を知らなかったとはいえ、結果的に総司令官の脱出に手を貸すこととなった。それは不本意ながら友軍を戦線崩壊へ導いたことになる。マクベ大佐を乗せたザンジバルは戦火のただ中にあるオデッサを後に空へ上がっていった。任務が終了した時、ゲラーと少佐は自分たちが何をやっていたのかを初めて知ることになる。どうやらマクベ大佐は黒い三連星が戦死した段階で戦線が崩壊することを察知したらしい。もっともすでに空に脱出した人間の考えを今さら知ることはできない。単にマクベ大佐は指揮官としての軍事的な才覚が欠けていたのかもしれない。どちらにせよ総司令官である自分だけが脱出するという態度がゲラーと少佐には許せなかった。実際マクベ大佐の脱出はひどいものだった。味方の大半が彼の脱出を知らなかったことはまだ許そう。総司令官が捕虜になるわけにはいかないのは確かだから。しかし脱出をするならば部隊の指揮命令系統だけは確実に用意すべきだった。マクベ大佐はそれすらも行っていなかったのだ。結果残されたジオン軍は悲惨な事態となった。何の前触れもなく指揮中枢が消滅し、誰も的確な命令を下さなかったばかりに、前線の部隊は連邦軍が怒涛のごとく侵攻をする中壊滅的な打撃を受けた。そして混乱は闇夜のフェンリル隊も同じだった。しかし状況は意外なところから動き始める。悲嘆に暮れていたフェンリル隊に入った友軍からの通信、それはフェンリル隊をキャリフォルニアベースから運んできた潜水艦に他ならなかった。戦友たちはフェンリル隊を見捨てたりはしなかったのである。彼らのために最後の潜水艦は用意されていたのだ。かくしてフェンリル隊は友魂隊に救われ、熾烈を極めたオデッサの戦場を後にする。ジャブロー攻略作戦。またフェンリル隊に人が配属されてる。女性が2人か。めちゃくちゃ気が強いなこいつは。
おお、すごいね。ブラックリスト、連邦軍にそんなのあんだ。悪名のエース、新型モビルスーツの開発にめちゃくちゃ買われてるね、エイガーは。まあ確かにね、巨大な組織で動くにはそういうのは必要だよね。南米ジャブロー、めちゃくちゃ接近してるな。発電施設、発電施設好きだね。
この辺からだいたいジムが活躍しだすのか。一気に否定されたな。なるほどね。スリーマンセルね。こいつら結構チームを分散させて動くね。これさ、後から入ってくる人たちの方がいいモビルスーツに乗ってるね。こいつはザクアンで頑張るよな。あれ？ドムを受領したのはこいつだったんだ。こいつはザクのままなんだね。これはもういきなりステージが始まる感じか。こことここと、よし、 OK。 敵軍ユニット10機以上撃破。ジムを10機以上、ジムだけ破壊しろってこと。これで1、2、3、4、5、6、後ろの7、8、9、第3防衛ラインまで行かないとダメだな。これはちょっとめんどくさいね。まずはちょっとドム攻撃ができるね。 64% 回避で 51% まで下がるか。怖くないと言えば嘘になる。それでも必ずやり遂げてみせるわ。かさったか。ザクバズカ射程長いね。こいつのザクバズカ
つけてんだい。こっちは甘く見てると痛い目に遭うよ。うおー、めっちゃ回避されんな。くそー。じゃあ射程外から攻撃していく分にはダメージを食らわないからな。ブームスプレーガンでもね、食らうと若干痛いからね。この期待を託された以上、必ず期待に応えてみせます。よし、これでハローを投入しよう。あ、そうか、先にジムを減らしておくか。A ハローとで、これはハローバブルでいいかな。8800。よし、あとはまたテンションを上げていこう。はい、テンション。ふぃー。で、後ろのジムを狙っていこう、もうこれは。よーし、超一撃。で、帰ると。さて、このジムはどうしようかね。5号機で倒すか。え、倒せないの ?152 とか。じゃあ、ズゴックで倒すか。あとは、ジムコマンド。2人でなんとかなると。ジムコマンドとか弱え。ジム一体破壊できなかったか。じゃあこいつに任せよう。よし、あとこっちのジムもなんとかしたいから、まあ、まずは普通に進むか。何回避してくるね。ザクバズか。果たして敵の戦力はどの程度のものか。人が良さそうだな、こいつの顔は。あ、そうそうそう。で、アッツァムにね、したんす、アッツァムに。で、アッツァムは結構ね、遠距離用の機体だから、2連目が流行。5000とか当たんのか ?8800 とか余裕だし。8600か。お、このグーフはザクマシンガンなんてものを持ってるんだね。徹底的に破壊させてもらう。あとは、グフを鍛えていくか。そう、こいつね、ヒートロッドとかヒートサーベルの射程が長いじゃないですか。ファイターっていう特殊能力っすね。ファイター持ってると接近専用の射程が1上がるんで、その効果でしたね。前回からこう射程にあると便利みたいなこと言ってたけど、もともと射程にある武器もあるんですけど、この2人ですね。この2人はファイター持ってるんで、っていうかこいつを出さないと援護ができないんだ。で、ヒートロッドと。よし、さて、後ろのジムはどうしようかね。このまま当たるか。2連目が流暢。回避された。これさ、デカブツってさ、めっちゃ狙われるからな。
トーチカはめちゃくちゃ命中率低いな。これもトーチカでしょ。ジムがね来てくれないとちょっと、お、来てくれた。いいね。このジムちょっと取っておくか。あ、ジムはめちゃくちゃ出てくるな。じゃあ多少待ちでいいな。ちょっとエネルギー減ってるし、一回帰還させて。あ、こいつはちょっと固めていこう。で、ドムをここに置いて、で、ガンダムとかも下げよう。ターン制限とかはないよね。あとはジムを2機。ちょっともう一回近づいてくるのを待つんでセーブをしておこう。間違えてね、攻撃して倒しちゃうケースとかあるからね。あ、やべえ、間違えたみたいな全然ありえるからな。じゃあこのターンはこれで終わりと。とりあえずね、条件さえ達成しちゃえばもうあとはバカすか攻撃していいんだけど。ジムでやたら来てんな。まあ当てる必要もないんだけどね。とりあえずといったところか。ハロビット、こいつもちょっと進んで後ろのジムを攻撃しておいて、で、このジムはアッタムで倒そう。なんかうにょうにょうにょみたいな音がするな。で、アッタムは確実にアッタムなんとかっていうのがあったからな。硬そうなアッタム。ミニトレーとジム3機とビッグトレーか。前向きすぎだろ。何か来るか。おかしな振動。断続的な周期性とか言われてもね。あ、それ地下施設ってことなの。侵入口を確保する。あれ、いなくなった。
いや、どういうことも進行されてるんだよ。練度が高い連中ということだ。運がなかったんだなって。パイロットの腕が違いすぎる。そういうことか。マドロック、まだ調整中か。格闘戦だけはダメ。なるほどね。もしやこいつらだけでガンダム6号機と戦うとか。こう忘れるとろくなことにならないぞ。熱感あり。戦車隊ジム。新型か。違う。あれは木馬。あれは本当に木馬でしょうか。え、木馬の情報ないの、こっちに。なるほどね。ハリボテ？最新鋭感。効果今のは。派手にやってくれたな、
ジオン野郎ども。ガンダムタイプ、いや守り硬すぎでしょう。ドムじゃ無理だよ、ドムじゃ。お、でもキャノンが使えないのか。何てかジム倒すの早すぎたかな宇宙戦艦を破壊するのだってあと6ターン。これ多分あの入り口から入れると思うんだよね。ここにアンノン、おお、これはキャノンの量産型か、量産型ガンキャノン。ここのね入り口からね下にね入れると思うんだよね。どうするか。このミニトレジムを積んでいるな。ハロー先行させるか。とりあえずハロタックルでトーチカ1万か。やっぱりちょっと確実にハロビットで倒していこう。さてこの量産型ガンキャノンが来るかな。なちょっくら厄介だな。フロアマーガンダム戦車をね一撃で破壊できる力があればいいんだけど、ちょっと命中率に難あるな。ここは味方の力を借りよう。よし、あれってか一発で倒せんのかい。じゃあちょっとマシンガンだな。これでフルアーマーガンダム出して、まあ、ビームライフルで。あとはジムばっかだなここ。まあ、頼れるジムスナイパー、訓練用狙撃ライフル、訓練用でもじゃねえ普通の狙撃用ライフルだし。当たるか2つ。うわー回避されるか。しょうがないこれはもう。で乾電池使用マシンガンとか、いつ当たる。4100%。火力が弱すぎる全体的に。やはりジムはジムでしかないからな。む、ここは森だから機動力が落ちるね。でこの2人でなんとかガンタンクを倒せればいいんだけど。よし、アタックバーストリーダー統制。ここら辺あんま見てないかな、新しいスキルとか。よし、どんどん上げていこう攻撃力を。でこのトーチカはちょっとほっといて、あのジムもバチバチいってるから、こいつで倒せるだけ倒していくか。これねマップ兵器がねそんなにね
使い勝手が良くないんで、アットミリダ一応見てみる。これ何どういうこと。まあよくわからんから、とりあえずメガ粒子砲撃っていくか。数を減らす。ゲルグル、やはり機動力が少ないか。デッグ、なるほどね、ファイターの使い道はやっぱこういうことなんだな。この射程1から2っていうのを生かして、でそうするとグフみたいなタイプの方がいいんだよね。こういうイフエリートなかったとか、コールド区内はもともと射程1から2あるから、それが3になると、おお一撃で倒せるね、いいね。連続攻撃、こっちの方がいいかな。何？援護がかけられない。あいつら射程が短すぎるんだ、そもそも。3人かけるか。よし、でこいつをここに置いて、この区内で多分一発で倒せんだよね。6000、倒せなかったし、ダメージにムラがあるのかな。でタンクをここに置いて、回避されたか。ヒートロット、ここは少しね、ゴリ押していかないと。全然何にも上がんねえんだけど。どういうこと。何にも上がんないとかってひどすぎるんだけど。ただね、やっぱりエネルギーがきつくなってくるんだよね。よし、でこいつはちょっと帰れないか、さすがに。ここら辺の部隊ってどうすりゃいいの。どうしようかな、このビッグトレーなんか壊しておきたい気もするんだよな、ミニトレーだけど。この量産型ガンキャノン1万4000って減らせられるのかな。ちょっとセーブして1万4000当たるかだけ試して、1万4000当たらなかったらサイコム兵器だからね、マジックパワー減っちゃうんだよね。ただこいつらを倒すことができればめちゃくちゃでかいんだけど、どうだ。1万3000か。うお、クールダウン。ああでもここまでしか下がらないんだ。当たったわけじゃないからな。いいや、ちょっとこれでこいつらどうすっかね。またこれだって6ターンってさ、いけなくない、そもそも。あそこまでブランリバルっていう戦艦なんだ。かっこいいっちゃかっこいいけどさ。こいつらだけじゃほんとどうにもならんわ。トーチカはさすがに遠くから狙ってくんな。クールダウンした。いやー、射程長いね。こいつどうすっかな、あんまりエネルギー使いたくないしな。 30% よし、
さすがジャブローといったところか。この黒 45% ナイス。ミニトレ、ハロビットちょっと攻撃してみよう。普通に下がったけどしょうがない。一応攻撃してくるのか。6一戦車やばい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 。普通にまずいな。来たね。とりあえずハロタックルでこいつ倒しとこう。いけえなこの野郎。よし、こいつらは後でゆっくり回収するとしてエネルギーをどんどん上げていこう。あと5ターン破壊もしなきゃいけないんでしょ。どうしろって言うんだよ。25000かなりのポイントがあるな。まずもうこのターン中にハローを降下させて、ハッチで確定。あとこいつらをどん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 撃破してチャンスステップを有効に使っていくと。どうだ、こいつら邪魔。左から攻めさせるか。まあいいや、ハローと一緒に進軍しよう。グループ攻撃こいつと、これもう複数ロックかけて倒せるやつは倒していこう。OK。 意外に経験値が入るんだな。あの統治家をどうするかだな。ちょっとこいつらじゃもう無理だから一旦下げよう。あったのってどれくらい回復するのこれ。エネルギーの回復量がいまいちわからん。これもグループ攻撃でこのジムと統治家を狙おう。待って、こいつはギリギリなんとかなるかな。うわ、エネルギーがそもそもない。帰ろう。こいつらもエネルギーないよな。そうするとこれでチャンスステップを使って戦艦に帰ると。よし、 OK。 あったのどうすっかな。このジムを攻撃して統治家も破壊しておくか。あったのもこれいけっかな次。まあいいや、エネルギーがないからな。そうするとジムを破壊して次のターンで降りるか。戦局がね、宇宙に行ったらもうハッチとか使えないからね。帰れねえしこれさ、下降りれんのハッチ無理だ邪魔だわ、ハロが。ってことはちょっと一回戻れないけど戻るか。あ、戻れたでかいから戻れたな。じゃあこのターンこれでいいか。こっちに来るんか
61式戦車は反撃できない、反撃不能、あと4ターン、ハロでかすぎて多分いけないでしょこれ。とりあえずここに来て、でこいつで倒して、間をねかいくぐっていくしかないんだよねこうやって。あとはねこいつらのね攻撃をねのらりくらりとかわさないといけないんだよね。このジム超邪魔なんだけど、とりあえずザンジバル動かすでしょ。でアッツァム、うわー誰もいないんだそういえば。どうする、この量産型ガンキャノン倒すか、もうしょうがない倒そう、倒せねえし、でパソッとパクるか、レベル上げたいやつだな、ジム寒冷地仕様、こいつも長く使ってるよな、所詮はジムだからね言っちゃうと。だったらこのフェンリル隊がこいつらの攻撃をかわせるかどうかなんだよね。まずジムは確実に全支援をかけて倒そう。必ず任務を達成してみせるわ。よし、でどうしようかな、戦車の方が楽かな倒すのは。支援がでも入るかここは。よし頼むぞ、数を減らす、大変だ全く。で多分上のやつらはもうハロ狙ってくるから、あとはこのジムをなんとかすればいいんだよね。よしこれでいいか、ドームはちょっと減ってるしな。ミニトレはちょっとほっとこう、痛い。1万2000はどう考えても減らないから、でジムが出てきたからこっちは全部パクろう、かわせかわせ、よしよしよし、ナイスだ。まあ一応反撃できるんで反撃しておきますか、雑魚死んだんで。連動が違うんだよ、連動が。貴様らのような新米パイロットなんつにやられるか。どうしようかな。回復か、エネルギーがねないからね。クールダウン、キャブル食らってはいるね。あと3ターン、
あっと戻すか、やっぱり。タッチ。これさ、行けっか。まあいいや。じゃあ戦車残しとこう。チャンスステップ用に。ちょっとこのガンダムがすっげえ邪魔なんだよな。紹介条件としては、ブランディバルを倒した段階で、一応勝利は確定するのか。ってことは、ガンダム6号機、なんとか倒して経験値にはしたいんだけどな。確実に倒せるっていう位置に来るまでは、ちょっと危ねえからな。で、チャンスステップは別に1人残してればいいから、このチームは倒そう。で、ハロ、ここに行ってハロピットでいくつ当たるか。ピンポイントどこ？もう一歩前に行かないとダメ？ここか。ってことはだよ、ちょっとスキルを使おう。ここはなるべくね、一旦回避率が上がるってやつがいいんだけど、ないね。戦艦戦艦、指定した味方の受けるダメージ 50% 軽減、これいいね。スーパーガード、あーそうだそうだ、これ指揮範囲以内じゃないとダメなんだで、こいつらまだ別にジムが出てないから、ここに置いといて、ミサイル指定してあげて、ミントレーを攻撃と。全然当たんな。捕獲できる、あ、できる。イフリートナフト、もうピンポイントでどんどん狙っていこう。グフだな、グフをなるべく早めにレベルを上げておきたいから。で、こいつらなんか積んでる？おお、陸戦積んでんじゃん。っていうか配備すんの早えな。で、ちょっとスキルは使っておこうも。杖使うでしょ。で、ハイスピードとかはいいな。まだフェードリカバー、いや、ライフリカバースキルを使用したユニットのヒットポイント 100% セルフか。エリア内、よし、これでなんとか乗り切ろう。で、ハロビットのピンポイント、これでいくつ当たるかだよな。18000、よし、あと一発で倒せる。まあ、なんとかはなるかな。さあ、ジムよ、出てきなさい。こいつはちょっと回避でしょ。で、これは反撃ができるっちゃ反撃ができるけど、エネルギー的な問題があるんだよね、そもそも。よくかわすよ、こんなさ狭いところでさ。こいつね、攻撃したいんだよね。ソロバブル、お、弱い。で、で、あと2ターンでしょ。これ大丈夫だな。
いや、このマスターユニットさんいなかったらさ、絶対ダメだったよね。攻撃できねえし、ここからと。3が空いてないとダメでしょ。じゃ、一旦ここでやって。で、上まで行って。戦車に当たるか、これ。当たるー。よーし。このアッカムが今駆けつけるぜ。でジムを倒そう。でもう次のターンって絶対大丈夫だから、ハローバブル、これでガンダムを倒す。でやれることはやっぱりやっときたいから、ビッグトレーだよな。陸戦型ガンダムをパクりたい。でこいつにはちょっと経験値になってもらうから、ハードバブルを使おう。いや調整が間に合ってもハロには勝てんよ。ハロにはユニットのレベルは上がらないか、残念ながら。でね、やっぱり、ね、エネルギーがね全然ないからね、ここはエネルギーを確保しておくとして、ミサイル一斉射撃で OK。 あとはどうしようかな、チーム寒冷地しよう。よし、捕獲だ捕獲。もう寒冷地仕様なのにさ、なんでこの南米に来てんの絶対さ運用方法間違ってるよね。でこれを進めるだけ進めたいんだよね。一旦こいつらを収容しよう。陸戦が出てくる位置までなんとかこぎつけたい。艦砲射撃当たるね。何、かなりの攻撃力を誇っている。出してくるかこの距離で。一応ちょっとセーブして、結構ギリギリだったな、単数的に。やっぱりジムを仕留めたのが早かったんだよな。寒冷地一応戻すか。よし、これでいいはず。わあ、出してこなかった。一匹おとりを作るか。でここはもう大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫、もう大丈夫な位置まで来たから一旦ロードして、結構近づかないとモビルスーツ展開してこないね。ゲルミグで大丈夫か、一応タンクを出しておくか。まあ反撃を行うでしょう。さっきかわしたのに。おお来た。で回避しとこう。さすがにね、陸戦ともなるとね、それなりの火力があるから。よし OK、 このターンで全ての蹴りがつくな。まずはザンジバルを移動させて艦砲射撃で狙うと。
そこから1万3000ケルググ J のピンポイントでどうだ、いけるか。1万4000、いいね。ガンダムはいただいた。ライフリカバー、捕獲と、いただき、よし、 OK。 あったんでこの2人を倒そう。やっぱりもう意外に攻撃力は少ないんだな。200いってないのか、まあ、なんとなくだけど200は欲しいよな。経験値倍だってちょっと使えないからしょうがない。これはハロビットでいこう。これ経験値めっちゃ手に入りそうだな、この戦艦破壊するってことは。てかさ、こんな宇宙戦艦さ倒したんだね、フェンリル隊は。何かあったんだな。なんだかんだでね、金がね、たまんないんだよね。あ、ヤザンとかなぜか使えるようになってるし、ラムサスとかダンケルとか。さて、ただ今回はいろんなユニットを捕獲して、別に欲しいっていうのはないけど、ガンキャノンはちょっと確保しておくか。で、他はいいでしょ、もう。全部解体しよう。7万2000円。さて、そこからの特に新しいのは寒冷地仕様。どうすっかな、これジム会にしとくか。とりあえずどこでも使えそうだし。あれ、こいつもジム会だった。よく見ればパワードジムいいね。じゃあこれにしよう。だいぶジムを開発してきたな。ジムスナイパー2デルタチーム仕様。これなんだ、レベル5。レベル5のシルエットがあるかな。これもちょっと解放してからにするか。ここら辺のやつら全然活躍してないな。で、アッツァム。アッツァムも一気にレベル上がったかな。あ、アプサラスとかね。そりゃ作れるか、普通に。何これ。ルナタンクって何何これ。マジで。アッツァムカイ、アッツァムオルガ、アッツァムとかさ、めちゃくちゃバリエーションあるね。ちょっとね、ルナタンクはあんまり作りたくないんだよな。すげえ弱そう。一個ずついくか。アッツァムカイだな。よし、オッケー。でゲルブ系はバリエーションだな、これ完全に。あ、ガルバルディアルファとかあるんだ。まあ、まずはスタンダードにゲルググを作ろう。あ、陸戦型ゲルググか。今、陸戦だからな。陸戦型ゲルググを作ろう。そんなんあったんだ。ゲルググの陸戦専用なんて。グフカスタム。グフ。フライトタイプ。これずっとね、クラフトタイプとかわけわかんないこと言ってたけど。ザク2とか、意外に生産されてなかったんだな。グフカスタムを作るか。で、イフリートとかはまだそのまんまだから、
まあこれはこのままガンタンクへ流れていくか。はい、というところで、フェンリル剤の話はまだ続くかなというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。